ボールです。あ、大丈夫ですか？投げちゃって。はい、お、よーい。はい。皆さんこんばんは。こんばんは。アキラのようこそハポンというです、ね、番組始まりました。今日もよろしくお願いします。まあ、なんだかんだ言ってこう3回目、ですね、復帰3回目ということで、ですね、こうなんていうんですかね、この配置にまだ慣れてないというか、僕やった時ってこんな照明もなくてですね、ということだったんですけども、今日もですね、ゲストをお連れして、参りました。今日はぴったんこサークルですかね、はい、天野香織さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。簡単に自己紹介とか、はい、いいですか？あ、はい、わかりました。焼津の駅北に事務所を構えています。婚活出会いのサポートをしてるんですが、先ほどね、ズバッといろいろ、はい、いろいろ来て、お話聞かせていただいたんですが、私はサークル型という形で出会いのサポートをしています。で、定期的に会員登録をしていただいた方が会っていく中で、お互いにいいところを見つけ合って良いご縁につないでいた、つなげていただくというようなスタイルで、主にやってます。あ、なるほど、はい、そういう意味では今日はなんか前の番組とのちょっとつながりというか。そうなんで す、ね、はい、激しくこう激しく首を振りながら、そうだなって思いながら聞かせていただきました。はい、あ、なるほど。そうですね。なんかこう懐かしさっていうかです、ね、僕の中ではですね、はい、こうなんか昔と言っちゃ悪いんですけど、はい、5、6年ぐらい前のですね、ユーストリーム配信とかそういうのをなんか思い出させるようなですね、こうトーク番組っていうかですね、だったかなっていうふうなですね、今こうなかなかこう言いたいことってこう言いにくいような、はい、ところでですよね、はい、こうズバッと、はい、言ってたので、なんか、はい、と懐かしく思い、この後すごいやりにくいなっていうのもありですね、なんですけど、うん、そうさらっとですね、行きたいと思います。まあ3回目なんですけどですね、ようこそハポンということでですね、そうです、はい、スペイン語なんですね、ハポンと言います。ハポン、はい、まあ、僕自身がですね、今株式会社アートプランナースというところでですね、まあ、自営業なんですけども、はい、うん、まあ、簡単に言うと何でも屋なんです。まあ、基本はこう歌ってるところはこう旅行業というですね、世に言 う、 こう、僕らエージェントというふうに呼ばれてるんですけど、そうそうそう、おっしゃるとおりです、なんですけども、あとはこうイベントをですね、をやったりとか、まあ、あとはまあこう広告代理店に、まあ、勤務していた時期もありましたので、もう何でもですね、最近の流行りだとこう何ですかね、こう展示会フォローといってですね、こう来てもらうような仕組み作りというか、はい、それで、もうすごいお客さんがそこのブースにいっぱい集まってきてですね、でこう賑わせるようなですね、こう左右とですね、向かい側のブースのところの、企業さんにはですね、非常にこう品種を買う、そういう、ね、どういう意味ですか？ここ いっぱいお客さん来るので、はい、隣両隣と向かい側がもう本当に誰もいない、あ、ようなです。じゃあ目立人がこう溜まっていて目立ってしまうっていう、はいはいはい、そうですね、っていうふうなこともやらせていただいたりとかですね、いう中でですね、まあ、最近こう外国人がまあ来たりとか、日本あと静岡の方にですね、まあ富士山とかそういうのがあるのでですね、まあ何て言うんですかね、こう来るにあたって、うん、まあ、いろんなこうものを見てもらえたらなっていう、まあ、観光資源とかそういうのも含めてですね、まあ、旅行会社の人間ですのでですね、まあ、そういうものをまあ作ろうということで始まったんですけども、まあ、今や別に、まあ、あんまりどうでもよくなっちゃったっていう感じですまあまあこう普通にこうトーク番組ですね、これ皆さん台本とか一切実はないんですよ、まあ、ちょっとこういうこと聞きますよみたいなことはあるんですけども、はい、ですね、まあ、ちょっと外国のことだったりとか、まあ、はい、香織さんの今日のゲストさんのお話を聞いたりとかですね、はい、まあまあそういうところも含めて、ですね、まあ、20分、まあ、約30分ですね、やっていきたいなというふうに思います。で、まあ、ぴったんこサークル、はい、ちょっとホームページ見たんですよ。あ、ありがとうございます。うん、なんかこう婚活でもない何々でもないっていう、こうなんか なんでこういうのを立ち上げたとか、なんかそういうのってあるんですか？はい、あ、そうですね、5、6年前に勤めていた会社が大手の婚活の会社だったんですけども、そこで勤めていた時に、はい、まあ、そこの
スタイルでなかなかこう前に進めない方の何かフォローができたらなということで始めたんです、うん、でその、まあ、各それぞれ人にそれぞれ性格によって、まあ、こうどういうスタイルで出会いを探していくかっていうのは、うん、はい、適してる適してないってあると思うんですけども、はい、でまあ、私の最初いたところはまあ、こう条件で検索をして、でそこで本当にこう写真だったり条件で、あ、合いそうだなと思う方にお申し込み、はい、うん、で2人こうお互いが OK ってなれば会えるんだけども、うん、そういえばならないと会えない、はい、だから登録してたくさんお金払っても全くこう会えずにこう終わってしまうっていう方が結構いたんですよね、はいはい、なのでそういう方たちの何かこう受け皿になれたらなっていうところで、うん、はい、サークル型という形、うん、はい、なるほど、だからですね、一旦こうって、あ、そうですなんかいろいろやってますもんね、まだこう普通の婚活のパーティーとかそういうのとまだちょっと違う、はい、この間何でしたっけ、先週イラスト好きの方を対象に、はい、そういう交流会、はい、コンパを開催しました、はい、はい、他にもなんか、うん、なんか体育館みたいなところでやってませんでしたっけ、バドミントンかなんか、そうですね、サークル活動はいろんなところでいろんな、はい、内容でやっていて、体育館でソバドミントンをやったり、あとは一軒家を借りてお料理っていうか、みんなでランチを、軽食を作ったり、はいはい、あとはもうカードゲームでこう遊んだりっていうことでいろいろやる中で、お互いの距離をこう縮めていって、知っていくっていうようなスタイルでやってます。この間です、まあ、これからって何かあります？こういうのやってみたいみたいなそうですね、何でもありじゃないですか、何でもありって言ったら語弊があるけど、あ、そうですねもうなるべくその会員さんになったメンバーさんたちが、まあ、こうお互いのことが分かり合えるようなきっかけ場所作りっていうのを目指しているので、はい、なので一緒に共通のことをやる中 で、うん、で一緒のこう物事をこう見たり感じたりっていう中で、こうだねああだねっていう、うん、言い合えたりとか、はい、そういう感じれる時間お互い一緒に、うんうん、っていうのはなるべく取れるように、はい、人を意識しながら、うん、内容は考えてます、なるほど。僕この間ですね、うん、もう本当おとといですよ、はい、エコパにですね、はい、防災訓練がエコパであったんですよ。見ました写真見ました、ありがとうございます。結構ですね、広範囲で結構大変だったんですけども、はい、いわゆるこうアプリとですね、スマホアプリと、まあ、最近こう ICT っていわゆる家電とスマホとかインターネットのこうつながりとかですね、まあ、結構流行りなんですけども、その中でですね、そのいわゆる、まあ、こう外国人がこう来るっていう中で、まあ、当然こう試合観戦とかしてる人もいるんですよね、こう来年こうワールドカップラグビーがエコパでありますし、いいですよね、まあ、そういうところでまあ、急にこう災害が、まあ、例えば地震とか火事とか、うん、まあ、まあいろいろあると思うんですけども、うん、まあ、そこでこう来た時に、まあ、どうしたらいいんだっていうのがですね、まあ、結構どうなのかなっていう、まあ、外国人の方だと、まあ、パニックになったりとかですね、うんうん、なかなかあの地震って外国の方って特にヨーロッパってあまり地震ってないので、うんうんうん、こう僕ですね、スペインに行った時にですね、聞かれたんですよ、その地面が揺れるってどんな感じなんだろう、想像がつかないんですよ。そこですよ、ですね、想像つかないらしいんです、うん、でまたそこのスペインのある都市のですね、古文書館っていって、まあ、古文書を集めた、そういうところがあるんですけども、そこ行くとですね、スペインって昔南米とか南アメリカとかのところをこう植民地にしていたんですね。そうするとスペインの人がそっちに派遣をされてですね、まあ、こう当然その王様みたいなものになるわけなんですけど、当然あっちは地震があるので、うん、まあまあそこの人たちはこう地震揺れるところがこう体験するわけなんですけど、うん、そのこうどんだけ怖かったかっていうそういうあるんです、報告書みたいなのがですね、うん、結構見ると面白いんですけど、あ、こういうふうに表現するんだとかですね、なるほど、うん、そうそうなんです、結構いろいろそういうですね、まあ、昔の、まあ、よくある話ですけど、うん、3000年ぐらい前のですね、ピラミッドのところに最近の若いやつはなっちゃいないみたいなっていうのもあったりとか、これ本当の話なんですけど、うん、まあ、そういう結構ですね、昔の人って面白いとこあるんですよ、うん、で、まあ、ちょっと話飛んだんですけどそれで、ですよね、まあ、僕通訳で、そこのエコパ
僕スペイン語専門なんですけど、でも英語でしたよね担当は。そうなぜか英語だったんですね。大丈夫かなと思ったんですけど、まあ、あの勢いで。あの英語最近僕流行りですね。はい、はい、この間は三重でですね、はい、あのとあるあの、まあ、ゴルフの集まりったら変ですけど、うん、あのまあ、要するに、世界からこう29カ国ぐらいからですね、うん、あの三重県に集まってきて、はい、そこで、まあ、静岡のゴルフ場っていうのはこんなにこういいんだよみたいなところをアピールする、うん、そのさっきの展示会フォローじゃないですけど、はい、それで通訳で行ってきた言葉、はあ、それも英語だったんですね。大丈夫かなと思ったんですけど。まあ、でも最近はこう便利でですね、その、まあ、こうそういう、まあ、向こうの旅行会社の人が来るわけなんですけども、うんうん、まあ、そういうのってバイヤーっていうふうに、ね、うんうん、買い付け係っていうことでですね、あの Facebook とか LINE とかですね、うんうん、あと中国とかだとこう WeChat っていうのがあってですね、うん、はい、あのそれでつながれるんですね。今もこうバイヤーさんとつながってですね、あの、まあ、くだらないメッセージのやり取りとかあの結構こう仕事やりながらですね、こうここにこう画面ありますけど、はい、こうやってこうチャットでですねやってですね、そっちの天気はどうみたいな、本当くだらないことからこう仕事につながっていくことも、まあ、なきにしもあらずっていうですね、っていうところなんですけども、うん、まあ、そんなのやったんですけどもですね、あのなんか避難訓練婚活とか婚活パーティーパーティーじゃないか。いやいや、そこでこうなんていうんですかね、そこにつながるんですね。それを言いたかった。それを言いたいし、外国のことも言いたいし、一応ようこそハプニングです。そうですね、はいはいはい、ようこそ。難しいんですよ、あの最初の番組のあのネーミングの点でですね、僕ちょっと失敗したかなと思ったんですけど、すいません、うん、なんかこう男性と女性の、うんうん、まあ、役割じゃないけど、僕全然想像つかないんですけど、なんかそんなことばっか考えて日々過ごしてるんですけど、なんかこう、うん、避難訓練自分がやった時に、はい、あの会社で以前、うん、あの一人でこう待ってるじゃないですか、はい、でこうお客さん役で、うん、であのスタッフの方が一人ずつねこう逃げてくださいみたいなのあって、はい、でその待ってる時間ってすごく不安で、うん、訓練ながら私のとこ忘れられてないかなみたいなのなんかこうっていうのがあったので、うん、なんかね、そこでなんかこうね、うん、男性がね、逃げてくださいっていうね、うん、それで、で訓練だとちょっともう分かっちゃってるので、うん、ちょっとこうお化け屋敷形式じゃないですけど、はい、まあ、さ桜って言っちゃいけないけど、うん、まあこういわゆる脅かす係、まあまあ、 あの命にかからない範囲ですよ。こうその時にですね、あダメかやっぱダメだ。まあそういう時にですよね、こう男性のその真価が問われる。確かに別にそうなんちょっと古いかもしれないですけど、どんなもんなんでしょうかね。そういうこう、まあ、昔だったらですよ、うん、こうそういう時こそ男がこう、うん、そうですね、矢面に立ってこう岩が落ちて落ちてきたらまずいけど、まあ、まあちょっとぐらいなんか降ってきてもこう、うん、こう女性を守るじゃないですけど、自然にこうパッてね出たりとか、うんうん、なのかそれとも逃げるのかとか、あきらさんは大丈夫ですか、守れそうですか。僕は守ります。あ、本当ですか。いやいや僕は大丈夫だと。大丈夫だと。はい。ちょっと有段者だから。あ、言ってないですよ。一応。そうなんですね。はい、相撲初段だけどね。相撲段はな。あのそうなんです。柔道は一応2段でですね。一応これでも元全国大会ベスト16。で相撲はですね、あのこれちょっと恥ずかしい話っていうかですね、あのもう某相撲部屋から。こうスカウトを来た時もあってですね、ただですねこれ全国大会とか出るとこう上には上がいるんですよ、はい、もう 僕も割と結構体大きい方だと思うんですけど、うんうん、まあまあいますね、まだまだ、はい、僕がもう普通に見えるぐらいのレベルっていうんですか、うん、そうなんですよ、まあ、これはかなわないなと思って、うん、まあ、小学校6年生ぐらいだったで、柔道はいつですか？柔道はもう同時進行、あ、そうです。小学校5年ぐらいからですね、うん、柔道ですね、うん、あのやって、まあ、今やってないんですけども、うん、まあ、ちょっと柔道もいろいろトラブル的なところあってですね、あの今日婚活とかなんかそういうなんか恋愛ものがなんか話になりますけどまあまあ柔道部ってこうモテないまあそういう問題じゃないのかもしれないですけど、こうなんか思い込みもあるかもしれないですよね、どうせ何々に決まってるっていうところでですよね、うん、でも、まあ、中学時代ですね、こうある日方にこう告白をある方というか、まあ、まあ、してあきらさん、誰とは言えないけど、うん、でこう坊主は嫌いみたいなこう
そんな感じの、まあ、当時としてはすごいこう傷つき、あ、そうですよね、ですよ、うん、すごいこうへこみましたけど、まあ、今思えば、まあ、もっと他に理由があった、はい、その坊主以外のなんかですよね。でもその時はね、坊主だからだみたいなね、思いますよね、うん、こうなんかサッカーとか野球とか、うん、まあ、特にサッカーとかなんかモテるんじゃないかなっていうふうな、うんうん、あとバスケットとかですよね、うん、っていう、確かに、まあ、花があります、ね、脱線しました、ね、そうそうそう、あの避難訓練婚活、うん、でそこでこうなんか桜見てこうお化け屋敷形式って、あの富士急ハイランドってあるじゃないですか、 あれなんか40分ぐらい結構長いです、ね、はい、うん、もうあれぐらいのこうとっさにこう何をするか、もうそのぐらいやっていいと思いませんか、さっきの先ほど の、 あのズバッとじゃないですけど、うん、ですよね、あの、うん、結局ですよね、この配信もそうなんですけども、はい、うん、こうなんかどっちにもどこにも怒られないようにとかどこにも文句が来ないようにってやると結局つまんなくなっちゃう、そうですね、うん、なんですね、こう攻めるっていう感じですね、なんかやってくれそうな方いっぱいいそうじゃないですか、うん、でまずはこうその前の準備もしてですよね、例えば男性をこうなんですか、鍛える塾じゃないですか、うん、そこからです、うん、そう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 、女性は女性でいるじゃないですか、いるじゃないですか、香織さんがやればいいと思うんですけど、うん、なんかわかんないですけど、なんかそうですね、女塾みたいな、知らないけど、すいません、適当に言ってるの止めてもらえたら嬉しいんですけど、うん、っていう感じですよね、で、うん、でこうなんかあとなんかそうですね、青木さんになんか配信じゃないけどこう撮ってもらってですよね、うん、何を撮るかわかんないですけど、うん、まあまあこう宣伝の段階からですよね、まあこう見たことないそういう婚活、まあ、婚活パーティーかなんか分かんないですけど、何かそういう、なんかそうイベント的な開催までにこういう、ね、はい、塾があって、うん、塾があってとかですよね、うん、そうするとまあどこでやるのかっていうところもですよね、うん、まあ、エコパーとまで言わなくてもまあ焼津なんで、焼津のどっかですよね、あのどっかホールみたいなところですよね、ってなるとホールでこうこうやれることってまあ僕舞台とかもやってますので、あ、そうですね、そうそう、その辺の、まあ、演出家とかも連れてこれるかもしれないし、すごい壮大な、そうそう、僕が演出パーティーになりそうですね、うん、そうそうそう、あ、そうですね、そうです、そうです、うん、でそこで場合によってはこうお化け屋敷形式だったらこう、うん、メイクかなんか、おお、うん、とかですよ、わかんないですけど、うん、本格的なイベントは、はい、もう根底からもう壊れちゃうかもしれないですけど下手したらその、まあ、会社じゃないですけど、そのプロジェクトそのものがですねもう潰れるかもしれないというそのちょっと恐ろしいですけど、うん、まあまあなんかそんなのもですよね、うん、うん、まあ、ちゃんと保険も入っていてですね、あ、まあ、元保険屋なんですね、そうですね、さすがそこはあの今はやってないですね今はやめちゃいましたけど、うん、っていうふうにですね、うん、あの僕のこうクロスオーバープランナーっていうですね、そういう名前もあるんですよ、実証ですけどクロスオーバー、え、知らないですか、クロスオーバーって知らない、はい、あのクロスってこうですよね、そう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 、こ、はい、オーバーなのでこう垣根を越えてっていうですね、 あらゆるジャンルの垣根を越えていろんなこう提案をするっていうですね、うん、で、まあ、またちょっと青木さんに名刺作ってもらおうと思ってるんですけど、クロスオーバープランナー、クロスオーバープランナーでもあったりとかですね、今あとイベント行列請負い人っていう肩書きも、お、これ自分で勝手につけたんですけどね、うん、あの前職の関係でですね、まあそんなのもあったりとかですね、うんうんうん、っていうところでですね、大丈夫かな、これ怒られないかなって思いながらこう最初は名刺を出してたんですけど、うん、全然ですね、はい、今の名刺ってただ取締役って書いてあるだけなんですよ、うん、それよりもいいかなって、うん、昔歌を占い師だったよね、まあそんな時期もありました、ね。いろんな方がいてところで時間大丈夫ですかね、あ、全然あ、全然大丈夫、あと5分あったあと5分ですよ、うん、そうなんです、まだこう慣れない3回目ですけど、そう、3回目です、うん、緊張はしてないんですけどね、うん、なんかこうやってこう特にテーマもなくフリートークっていうところで僕は慣れてしまったんですけど、うんうん、ですね、なんですけど大丈夫ですか、なんか告知とか大丈夫です、あの今のうちに言っとかないとどんどん喋って時間切れとかでもアキラさん、あの、うん、なんだっけ、ね、おすすめの
なんか観光地とかね、はい、こうお土産品とか、何かあれば教えてくださいって、あったのは言ってましたね。はい、はい、あそれはなんかどうぞ。なんかあります。こう日本に来たとか静岡に来たらこれを食べてほしいとかですね、うん、これを買ってってほしい、これを見てほしいみたいな、外国の方。ああ、それ考えたんですけど、私あの学生時代の時にホームステイに行ったこともあるし受け入れたこともあって、はい、その時に私どうしてたかなって思ったら、うんうん、はい、あのなんかね、富士山のグッズをとにかくいっぱい集めて、でそこに自分たちで絵を描いたりとかメッセージ書いて渡したりとか、うんうんうん、はい、あとは何かこうお土産、もう本当に些細なお土産を包むのにあの和っぽいなんか布とか、あと折り紙とかで鶴を折ってそれをなんかこう渡してたりしたなって思い出しました。やっぱこう富士山ってそうですよね。あの結構あの、まあ、さっきのゴルフじゃないですけど、うんうん、こうやっぱり静岡でゴルフを、まあ、全部じゃないんですけど、うんうん、こう富士山が見えるっていうそこのでゴルフしたいみたいな、うん、なんかそういうのはですね。あと温泉ですか。あ、うん、温泉とあとは食、まあ、食べ物ですね、うん、まあ、静岡だとこう魚介類とか、うんうん、なんかそういうところのイメージが強いらしいです、うん、これ静岡にいるとですよね、普通にこう魚介類とか、まあ、お寿司とかあるお刺身とかあるけど、うん、またこうなんか他の県とか行ったりとかすると、うん、こうすごく僕らって贅沢らしいです、うん、あ確かに新鮮な、うん、スーパーでこう新鮮な魚がすごい売ってるっていうのは他県の方びっくりされますよね。そうなんですよ、うん、本当にやっぱり外国人の方ってそういう、うん、まあ、それが基本で、うん、さらにまたちょっと、まあ、よくある話なんですけど、うん、まあ、あのさらにまたなまだ何かないのっていうふうな、ん、で、まあ、いわゆるです、ね、まあ、この話でいうとですねあれなんですけど、あの、まあ、一応東京と京都が、うんうんうん、京都大阪、はい、はい、このラインのことをゴールデンルートとかゴールデンラインとかっていうふうに呼ばれている中に静岡があるんだけど、はい、うん、なかなかこう寄ってもらえないから、じゃあどうするのかっていうところを今いろいろ話している方が多いですね、うん、ただ今ですね現状としてはそこもそういいんですけど、そのゴールデンラインから外れたところ、うんうん、になんかないのっていうふうにですね、こう静岡じゃなくて、うん、とかですね、まあ、そういう動きとかもあるので、うんうん、だからまあもしかしたら外国人の会員さんとかこれから入ってくるかもですよね。そうですね、うんうん、こうなんか日本に初めて来て好きになっちゃって、うん、でそれでこう住んでとかですよね。あとはこうなんか植木なんか職人さんとかそういう関係はですね、あのもうそれで好きで住み込んじゃって、それでもうそこからこうずっと日本にいてとかです、うんうん、っていう風な結構あるみたいです、そういう動きがですね、うんうん、そうするとぴったんこさく外国人います？外国人はいらっしゃらないです。あ、そうなんです。はい、初っていうか初か。うん、まあ、そういうことも考えられて、うんうんうん、ですよね。そうですね。うん、外国人。そうですよね。国際結婚。うん。うん、まあまあそういう話はまたこれやるとあの次の番組になっちゃう。なっちゃうからですね。国際結婚について。うん、あのこれ僕何回も言ってるんですけど、今リハビリ中。リハビリ中なんです。あのなんでかっていうと、これ僕あ知ってますよね、あの昔あったそのアキラのタロットカフェっていうのは1時間番組なんですね、はい、もうその頭がまだ離れないんです、うん、で、僕もたまに配信とかこういうのを自分で機材持ってるのでやってた時期もあったんですよ、まあ、そうするともうこういう感じでずっと喋ってる、うんうん、っていうことなので、まあ止まらない止まらない止まらないですよ、あの、うん、もうこのまま喋っていいよって喋っちゃうので本当に要注意、こう時計見ながらですね。そうですね、はい、30分はね、本当にこうあっという間ですね。 あと5分っていうか、あと5分じゃない、これもう終わんないだから こういうのもですね、あのまだ慣れてないっていうか本当に気をつけなきゃいけない。そうですね、番組紹介もしなきゃいけないですね。そう、うん、まあ、番組紹介じゃあありがとうございます。また今日カオさんのが忘れてまた忘れちゃうと思う。よかった。さすがに3回目はいやまずいです。いくら戻ってきたとかなんとかってこう今はですね、今はすごくこう持ち上げてくださるんですけど、だんだん変わってくる、あんまりこうやってはいけない。変わりませんよ、いつまでも持ち上げ続けますよ。まあ、そういう復活してもらわないと。そうだね。ということなんですけど、久しぶり
ていうのはどうだったんですか。そうです、なんかエンディング、もうエンディングになっちゃいました。でもあの、はい、知ってる顔がたくさんいらっしゃったり、あの婚活のね、こう同じ、うん、あのようにサポートされてる方がいらっしゃったので、はい、なんかせっかくだから何かやりたいですね。ここの設備だけじゃなくて、まあ、青木さんの広い顔とこういう広い顔と広い顔ってか、あのその顔の面積の話じゃなくて、そうそう、まあまあ来年またちょっとですね、まあ、ちょっと大きい動きもありますので、まあ、後々説明していきたいと思うんですけども、うん、まあ、なんかやりたいですよね。せっかくこうやって集まったというところでですよね、はい、と思いますので、はい、うん、大丈夫ですか、何か告知とかあったら。あ、そうですね、あの今度はあの、うん、セミナーがあるんですけど、その、うん、あのご案内だけ一つさせてください。11月26日の月曜日にあの静岡の方であの心理学の講座があります。それは男女合わせてあのの、 あの行動の2時間の講座になるんですけれども、あのこう男女の考え方の違い、受け取り方の違いとか、あとはあの例えば LINE 連絡したんだけど連絡返ってこない、なんでだろう、そこは女性はこう思ってるからだよとか、そういうあの内容を2時間ですね、あのざっくばらんに先生がお話ししながらやる内容があります。これはまたあのホームページで、はい、あの詳細アップしてますので、またご覧いただければ、はい、ピタンコサークルでお願いします。思います。はい。ということで、すみません、時間が過ぎましたけど、はい、あきらのようこそ発本、今日ここまでということでですね。また来週、来週はあの居酒屋千秋の千秋さんかな、あと思いますが、ありがとうございました。今日はありがとうございました。次の番組、はい、ちゃんと言うと思います。